天使のいる図書館は2017年公開の日本映画、上田敦史監督作品。2016年4月25日に奈良県の大和高田市、御所市、柏市、桂木野市、広陵町で構成される桂木の地域観光協議会総会で桂木の地域観光振興シネマプロジェクトが発足した。プロジェクトでは桂木の地域に実在する 図書館を舞台とした映画の制作を発表し、本作が制作された。撮影は2016年10月から行われ、すべて、カツラの地域で行われた。新人司書が図書館で出会う人々との交流を通して、地域の歴史や文化に触れて、人間的に成長していく様を描く。奈良県では2017年2月11日から先行公開され、 全国公開は2月18日から2017年10月3日に DVD リリース。吉井桜は新人司書として地元の図書館に就職し、レファレンスサービスの担当となった。ある日、図書館を訪れた老婦人足高玲子に一枚の古い写真を見せられる。桜は写真の場所へ行くことを望んでいると思い、玲子をその場所へと連れて行く。 それをきっかけに、麗子もたびたび違う写真を持ってくるようになり、桜と麗子は、カツラギの地域の名所をめぐるようになる。麗子との会話から、桜は亡くなった祖母を思い出し、単なる図書館の利用者としてではなく、麗子のために頑張りたい思う気持ちが、桜に芽生えてくる。そんなある日、写真の場所へと行く約束だったにもかかわらず、麗子は図書館に姿を見せなかった。 その次の日、玲子の孫、足高孝介が桜の前に現れる。桜の家である天神社で、毎日のように酒盛りをする近所の男性から、玲子が持っている写真に写っている男性が過去に、コンクールで入賞したことのある人物であることを知った。桜は、図書館の宿札版を調べてその男性が、職場の同僚である、田中総一郎であることを見つけ、玲子が図書館を訪れていたのは、 写真について調べるためではなく草、一郎の顔を見るためであったことを知る。桜は草一郎に霊子の思いを伝えようとするが、拒絶される。桜は入院している霊子を訪れ、孔介と共に霊子を連れて、霊子と草、一郎の思い出の地である、すすきの原を訪ねる。三人が景色を眺めているところに、草一郎が現れる。孔介が桜に二人で再び、 すすきの原を訪ねようと話すシーンで映画は幕を閉じる。特に記述のない場合、出展は公式サイトから。特に記述のない場合、出展は公式サイトから。ありがとうございます。